楽しく元気でチャレンジャーのあこばあちゃんです。はい、今日はぬかに、ぬか湖、ぬかはご自由にお持ち帰りくださいということでぬかを取りに来ました。はい、はい、あら、ぬかが、あ、もう取られてますね。ありませんね。はい、さっき米ぬかをね取りに行ったけどなかったね、おばあちゃん。なかったのでね、はい、我らの農協に行って行ったらありましたので、これはただでいただきました。ぬかっていうのはね、お米が、あの稲が実るでしょ、はい、そしてその稲の、袋を作ります。雑巾にする袋を作ります、はいはい、ぬか雑巾って私ども中学校の頃家で作って学校に持ってて、学校の廊下をこれでやっぱりあのぬか雑巾で拭いてた記憶があるよ。あの ぬかを入れた雑巾、雑巾だから、それはその別にあの洗うわけじゃない、絞るわけでもない、そのぬかの袋のままこう、なんかだからぬかの油が廊下にこう板にいいね、米ぬか雑巾の袋を作ります。切れもなんかあの皿の切れじゃないから二重にしようと思います、袋を。はい、だからこっちは中袋と、これ中袋ね。袋ができました、はい、今からこれにぬかを入れます。はい、じゃあ、 あの小さい時も、おばあちゃんが小さい時もそういったあの袋やったと、なんかね、かすりの残り入れみたいなので雑巾に作ってもらった記憶があると、袋にぬかを入れて今からニシンをかけます。はい、お願いします。すぐにぬかの油出ないけどね、使ってるうちに出ると、使ってるうちに、ね、大工さんがやっぱりぬかで柱とかを拭いてくださいって言って、ぬかで、あの、ね、いいじゃん、いいじゃん、ね、ね、このままこれ、だから、油気が自然と出るからすぐにはこの綺麗にあれせんけ、ありがとうございました、はい、今日はぬか雑巾で掃除してもらってます。ぬかでこうやって床を磨くとツヤツヤになるそうです。だからワックスがいらないそうです。おばあちゃん、ありがとうございます。ここにもこれでね、磨いたらなんかガサガサしようね。
このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。